はい、どうもこんにちは。沖縄馬場でございます。はい、こんな話なんですね。 はい。えー、おケー緯も上がってね。お尻尾もピーンって立ってますよね。可愛いでしょね。はい。皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。これね、えー、読売新聞さんのニュースです。はい。えー、まあ大変なことになってるみたいですよ。まあ私たちはね、一般の人間はこういうところで働いてないんで、多分現状が見えてないんだと思います。はい。えー、これね、氷山の一角ですね。はい。えー、千葉県の話です。千葉県で、 いわゆる焼き場が足りなくて困っていると。はい。オーブンが足りないそうです。はい。えー、焼くね。はい、えー。焼くオーブンが足りなくて困っているそうです、えー。まあ、とあるね、市、えー、はい。とある市ですね。千葉県のとある市のことを書いてある、いるんですけど、えー、17期、えー、フル稼働しているそうです。17期フル稼働で、最長17日。はい。最長17日。 えー、待つそうです。焼くのを。で、えー、焼けなくて、他の、場所に、えー、運んでって、焼いてもらうというのも、すごい件数になってます。はい、えー、1000件とかって書いてありました。いやー、冗談じゃありませんよね。で、えー、17では足りないんで、今は24機、はい、24機、24つね、オーブンがあるということでございます。 24オーブン。はい。一つの死の話ですよ、これ。はい。えー、まあ人口もね、流入してい,いるんで、まあそのせいもあるんじゃないかと。はい。えー、そういうことが書かれておりますけど、すごいですよね。まあ、日本の超過の4の数を見れば、まあ当然ちゃ当然の結果ですよね、これね。えー、多分ね、ここだけじゃないと思いますよ。 はい。いろんな、いろんなね、ええー、まあ、場所でね、えこういった、ああ、オーブンが足りないという状況が今、今、出てきていると思うんじゃ、思います、私は。特に都市部は、まあ、人口がね、流入してるんで、いっぱい入ってきてるんでね、ええー、まあ、その分ね、はい。 その分、あれなのかもしれませんけど、多くなってるのかもしれませんけどね、こう、なんていうのかな、オーブンを使う人が。もうこれ、あの、本当に、え何度も言ってるようですけど、楽観視できません。でね、えー、まあ、なんていうのかな、そういった、 あー焼くのを待っている、その、家族の方もね、費用が半端じゃないみたいです。どうやら、ドライアイス1日分、はい、えー、2万円取られるみたいです。はい、ドライアイス1日分2万円です。はい。えーまあ、10日で20万ですよね。で、最長17日なんで、はい。<laughs> すごい金額になりますよね。えー、もう、これ、笑い事じゃないですね。はい。 えー、まあね、えー、その、葬儀ですね、葬儀をやるね、会社は儲かって仕方がないんじゃないかなと思いますけど、こういうので儲かるのもね、ちょっとどうかなと思いますよ。はい。えー、まあね、そういうことでございます。えー、これでね、えー、わかりましたでしょはい、アウト政府がね、えー、例のコロアンティーナの大冒険のね、 え、始まった時かちょっと前ぐらいに、広域のね、広域の、えー、仮想空間の仮想でございますね。広域の仮想の計画っていうのをやってましたよねっていう話です。はい。そういうことです。もう多分ね、どんどん加速すると思いますよ、これ。 どんどん加速しますね。はい。我々ね、そういった業界にいないんで、えー、その業界の内部でね、何が起きてるかってあまりよくわかってないとは思うんですけど、実際に起きていることはこういうことです。はい。どんどん、どんどん人が、ね、オーブン行きになっております。そういうことです。 分域ですまあ大丈夫なんていうね、えー、そういった楽観的な発想をしてると本当に手遅れになってしまいますので、えー、まあね悲観的にちょっと考えて、えー、頑張ってデトックスするしかありません。はいまあデトックスしてもねもねう数回数回、ね ちっった人はちょっと仕切れれるかかかどどうわかんかんないんですけどねこれもねこもえー、まあ一つ目、二つ目はね、まあ、あ例のね、えー、偽物も多いんで、あれだと思うんですけど、まあ、三、まあ、つ目ぐらいまでかなとは思ってます。はい。まあ、そういうことなんで、あとはね、あの、持久戦です。はい、持久戦だと思います。はい。まあ、そのね、あのい、いろんなね、あのー、 えー、おちくわちゃんですね。おちくわちゃんのあの製造記号番号にもよるんでね、これはね、出方がね、まあ、な一概には言えないんですけど、でもね、多分あのー、10年前にね、えー、まあ、言いましたけど、10年前にやったね、えー、そのちーのケンケンっていうのを考えると、どうやらあ皆さんね、えー、10年は持ちませんよっていうことです。はい。 まあ、その方たちはね、みんな、あの、デトックスはしてないでしょうけど、はい。そういうことです。まあ、頑張りましょう、デトックスね。で、まあ、CA もありますんで、えー、おちくわちゃん食べてない人たちもね、CA あるんでね、やっぱり、あの、一番このデトックスというのが、一番重要事項だと思っております。まあ、そういうことです。こちらのね、記事貼っておきます。 氷山の一角だと思います。これ全国で起きてると思いますよ。そういうことです。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。どうですか、パナタンパナタンパナタン,パナタン、お返事はうーん。かわいいですね。はい。それでは皆さんまた。